あ、取られてなかった。キワキワで濡れてますね。さあ、できたー。はい、じゃあ次はですね、いよいよ僕と嫁蔵が、2人で工程をやってます。それはですね、こちらのカバンを作っていくみたいなので、ちょっとどんな感じでやるかお願いします。こういった感じで今、カバンのベースを用意してます。で、好きな生地のポケットを選んでもらっても好きな位置に好きな位置、はい、もうお好きな位置に、はい、外でもいいですし、内側でもいいので、あ、なるほど、そこはお任せします。はい、入れてもらって、カバンを、オリジナルのカバンを作ってもらって、はい、では早速ポケットを選んでもらいましょう。はい、でこれでいい。うん、それでいい。はい、じゃあこれでお願いします。つける場所はどうしましょうか。僕は、こちらのどこにしますか。僕は基本の仕様はこうやって中に入れられるように。ただ、今回でいうとセルビッチがアクセントに見えるようにっていう仕様で準備をしているので、わざとこう外に出るように。僕じゃあこれでいきます。私は真ん中で。これ、はい。ではこのポケットのアイロンから、はい、はい、また入りたいと思います、はい。どうですか、梅沢さん。頑張ります。いい感じに職人感出てます。1センチ、はい、折ってもらいましょうか。はい、はい、この1センチ難しい。すいません、僕が朝大急ぎで裁断したので、歪んでたら僕のせいです。あ、踏まないと、はい、火傷しちゃいます。なるほど。嫁蔵さんは賢い作戦に出てますね。癖をつけてアイロン楽にしようと。こうすな。手火傷すんで、はい。足踏まないと火傷しちゃいます。あ、そういうことか。すごい心配そうに見守ってますね。あ、そうだ。でももういい。これちょっとさ、やってます系のコミュニティ。中井さんのやってるやつですね。でこう、多分こうやってますみたいな。あ、取られてなかった。では、ポケット貼り付ける前にこの両端、はい、アイロンはしてるんですけど、はい、今このままだと生地がほつれてきちゃうので、はい、ロックミシンをかけてもらおうと思います。壁に生地を軽く当てていく感じで、離れすぎるとロックがかからないので、軽く当てたままで左に進んでいきます。生地がちょっと当てていちゃうと、ここに隠れてるんですけど、はい、でもこのまま近いから。上手ですね。意外とサクサク塗れるから、全然生地に当たってなかったりとかあるあるなんですけどね、オーバー。ちゃんと端っこに当てるように塗れてるから、だいぶ慣れてますね。はい、完全に足も操作できてますので。ということで、端っこがほつれにくい。そうです、ほつれにくくなってきます。ほつれてくるの止めてるっていう感じ。そうです。では、嫁蔵です。嫁蔵さん。そう、ちょっと強く踏むだけですぐスピード変わりますよね。
大胆ですね。意外と大雑把っていう。はい。はい。いろんなパーツを用意します。これこっちとかですか？こっちだけですか？足になりますね。今大きく2種類あって、プレーンのタイプとちょっと中がくぼんでフライがあってるタイプ、2種類あるんで、その中でも色があるので、はい、お好きなものをまず頭に選んで。僕はそれ一発で踏めなかったです。朝練習したんですけど、このこれにしよう。ぐっと踏んでまた、これ踏みましたね。機械に比べたらだいぶしんどいですよね。そうですね。これで500、600本は無理ですよね。そうですね。昔はでもこれって、ね、はい、手打ちもあったんですけど、うわぁ、すげえ、ちょっとずれたけど打てましたね。はい。もっともっともっともうちょっと、はい、いった、うん、いで、また仕込まな、仕込まない大変だ、これは。踏み込め、奥に踏むね、引ける感じ、はい、いったあ、釣れた釣れた辺りはい、このちょうどもう少しぐらい広くなっても街の部分なんでそんなに使えないんですけど、このロックミシンをかけた橋ぐらいで、さあ、返し針してもらってずっとこの中を縫えばいいですね。はい、ここまで返し縫い、はい、切って、もうちょっとですね。同じ折り向きでいいです。はい、ちょっとめちゃくちゃ擦れてる。やばこれ。これはやばすぎる。どうでしょう、役所さん。これ繰り返し、最後ボタンがあるんです。それで形が完成です。ポケットついてます。百蔵さんバージョンやってるって全然わからないです。そうです、なんでここ縫うんだろうみたいに思うけど、完成すると言われたまま返し縫いしてって言われてはい、それでは最後はボタン選んでいきます。ちなみにボタンって外側に入ってます。中で外のこの部分になります。なので両方にこう
パチパチっともうつくなる。僕ゴールドでいきます。ゴールド、はい、これをつけた完成です。つけていきましょう。はい、これを、はい、赤いレーザーが出ますので、はい、ちょっと両手もう少し離れさせてもらって、そうです、それで、はい、いいやつ出てもらった。あ、やばいやばい、ここかここでいいかな、ここでいいですかね。はい、バッチリじゃないやつですね、これバッチリです。 OK、 はい、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 最後のそして無事完成しました。あーすごい、うわーありがとうございます。うん、怖っ。あーできたー。おめでとうございます。ほとんどさ、ゴール前まで持っててもらってるからな。あーよかった、こんな感じで。これで洗ったらまた味出てくる感じ。はい、柔らかくなって使いやすくなって、はい、ぜひぜひ、はい、使ってください。実はもう失敗するんですけど、若干ちょっとステッチ出てますね。ではすいません、ありがとうございます。うわー、これでも数ミリの単位ですよね。ユニオンスペシャルにしまして、当時のまあ2枚だったりを入れて、うわ、行きます。おー、出にくいになった。